スマアーティストになりたーい。さあというわけでね、はい、この動画は、うん、PR 動画となっております。PR、ちょっとみんな知ってるかな、ビリー・アイリッシュ。すごい、ビリー・アイリッシュ。言葉より先にビリー・アイリッシュさんの PR 動画となっております。いやいやでしょ。ビリー・アイリッシュが PR、 うちに僕らに PR をぜひしてほしいと。みんな知ってる。それは僕も思ってます。無理があると思ってるけど、でも実際そうなんで、何をしても勝てない。ビリー・アイリッシュさん知ってますか皆さん。去年2019年3月にデビューアルバム出したんですけど、うんうんうん、それがもうバカ売れして、はい、なんならもう2020年の上半期にトップチャートに入ってるぐらいのカリスマだと、まあ、新しい時代のニュースターというか、まあね、新しいカリスマ像ですね、うん、それに引き換え本当我々心チャンネルとしたらもうインサンタル日の当たらないキャンプ場の便所ですよ。なんでそいつにキャンプ場の便所。ビリー・アイリッシュと比べたら、そりゃそうです、そそう、皆さんにはそれぞれ自分の思うかっこいいカリスマアーティストになりきってもらって、うんうん、でここで座って、ね、あ真っ白だしね、カリスマっぽいな、かっこよくもうインタビューに答えてください。でもインタビュー動画になるわけだ、これが。いやもうそうです、カリスマがいいね。はあ、みんなでね、気合い入れて頑張っていきます。はい、やるぞ。かっこいい。あれ、ちょっと昔のスターみたいな。いいね。お名前は？僕は神崎あかりって言います。神崎あかりって言います。はい。歌手の方ですよね。歌手、まあ、か、うん、歌手では違う。あ、すいません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 。そこね、確かに、勉強だったね。すいません、勉強。ちょっといいですか。すいません。ここはすごい人が勉強してた。すいません。あれですよね、エンターテインメント系のそのダンスじゃない、ダンスじゃない、ダンスじゃない、ダンス。いつもあのすごいキレキレで、うん、かっこいいなと思って、はい、怪しいです、はい、怪しいなって感じ。歌手なんですけど、歌手かい、歌手なんで、最初書いてた歌手なんで、あの今回のアルバムに込めたメッセージなどを伺いというか、まあ、僕が今回あの出したアルバムが3枚目かな、うん、そうですね、確か2年前、うん、ソロで始めた時が、はい、確かあの時9歳だったんで、うん、今は11歳9歳のから始めてからの3枚目ですね、今ね。あー、はい、消耗にしてはね、はい、本当にだから宿題をやりたくないところはそのそういう気持ちを今多分強いお気持ちかな。最近泣いたことは何ですか。スイッチを買ってもらえないっていうことですかね。自分で投げるだろ。泣いちゃった。泣きましたね。今も今はあのお父さんの借りてますね。今あるゲームある。12月に買ってもらえるらしいです。ああ、12月いい子にしてた。いい子にしてたら。いい子なんですけどね。失礼しました。今一番やってみたいことみたいなあったりしますか。あれですね、やっぱりエアガンとかを高学年がちょっと思春期、ちょっとね、まだちょっと買ってもらえないんですけど、危ないですかね。カニは好きですか。カニは好きですね。好きな好きなんですか。クラスで流行ってることとかって今ですか。今知ってですか。強いやついますよ。普段より普通だ。お名前は。この空がずっと夕焼けだったらいいのにです。え？きつ。
そうなんだ。なんで唐揚げを載せてるんですか。まあ、あれですよね。すげえ落としたよ。僕から言わせてもらえれば、なんで肩に唐揚げが乗ってるんだろうって思うのは、まあ、二流。え、一流の思考っていうのは、肩に唐揚げが乗ってる、じゃあこれからどうするかっていうことを考えることだと思います。これからどうするんですか。どうしたらいいんでしょうね。考えられてねえじゃん。どういった活動をされてるんですか。体験そのものをクリエイトするっていうか、むしろクリエイトするという体験をクリエイトする。クリエイトクリエイター。クリエイトクリエイター。クリエイトクリエイター。名前は何でしたっけ。ええこの空が、この空がずっと夕焼けだったらいいのに。そうですね。代表的な作品教えてもらっていいですか。まあ、何を代表とするか。めんどくせえ。それをまず気にしてる時点で、ああ二流。一流はどうなんですかね。あ、絡みました。絡みました。え、え、逆口？あ、そっちでもいい。どんな子供時代を過ごしました。変なガキでしたね。いや、でしょうね。でしょうね。髪って好きですか。そうです。初めてなんか笑顔が好きなんです。まだちょっと言えないんですけど、うん、すごい世の中が変わるようなでっかいこと企んでるんです。ありがとうございました。痛い。病院行きましょう。なんか
腰引く何これアーティストでも何の人なんだこれなんで2袋持ってるアマさん何これすみませんお名前はあ、阪神タイガースじゃなくてえ名前ですか あれですか汚ねえ奥座敷と汚ねえ奥座敷よろしくお願いしますお願いしますすいません、何の活動何の活動何の活動なのか、ね、そこからはい、はい、すいません一言で言うと、その著滅っていうのをやらせてもらってます著滅著滅どういう字、はい、ですかあの、イノシシを滅ぼすとか全然ダメでしょ滅ぼす滅ぼすわけじゃないんですけどああ、滅ぼすわけじゃないんですそういう感じを書いて一応、著滅っていうことでやらせてもらってますね海に潜ったりするんですか海はちょっと潜ったことないちょっとないんですか頭を受けるとああ、これですか、はい、いや、ちょっとないと死んじゃうんで今それを取ったら死んじゃう死んじゃうそうだそのあああえあ使ってる使ってるこういう器具だった大丈夫ですか大丈夫ですかなんか呼吸が整えてるのかなあーうまうまいうまいうまい逆じゃないですかグリーンじゃないしましたえぇ生命東京園の東京駅のグリーン車の話ですそれうまいですかお好きなんですかえ手に持ってるじゃないですかいやいや、何も持ってますえ 2? 2ですか2つ持ってますよ手ぶらじゃない左手に何すか違うか何すか何すか何すかの顔は何言ってんですか持ってないですよいや、俺全然持ってないことはないと持ってないよポップコーン持ってないよ持ってるじゃないですか私ポップコーン持ってないよ持ってるじゃないですか醤油あなたそんなこと言ったらダメよポップコーン持ってないよ私持ってないよポップコーンは持ってないよしたこと言ってた何を
41の手紙本当に危ない人じゃないこれ普段普段あ、僕さよしてる世の中の原宿さん聞こえづらいの相性悪いねえなんか私が合わせましたどうしたえコルセット見えてますはいえコルセットしてるんですかお腹お腹を見てるしまくってにちょっとえ平気なやつじゃないのはい、というわけでね、うん、皆さん、うん、カリスマアーティストにいやーすっかりなりました、ね、カリスマでしたねなりましたね、どう見ても、うん、まあでも偽物だったかな正直ビリー・アイリッシュと比べちゃね本当比べられないマジの本当に比べられない本当に失礼というわけで皆さんは本物のカリスマであるビリー・アイリッシュさんの曲を聴いてください、うんうんね、デビューアルバムもずっとずっと売れてるんで、ね、動画の概要欄に詳しく詳細が書いてあるので、うん、ぜひガンガン聴いてください、ね、お役に立てたんですかね我々ね、どう思う何も聞こえてなかったみたいなそれはカリスマじゃない奴らがカリスマのふりをしてもダメだし、うん、カニはみんな好きっていうそれだけですそうですね、カニはみんな、はいうん、では今後もビリー・アイリッシュとカニ、うん、よろしくお願いします、 お願いしますあと、心チャンネルもよろしくお願いします登録してねバイ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 